ビジュアルだけではなく性格まで最高です。IVEのウォニョンといえば、今の K-POP 界で最もホットな女性スターですよね。第4世代のカリスマ的存在として地位を確固たるものにしていると言えるでしょう。最近バラエティ番組に出演したウォニョンですが、頭の回転の速さまでも披露して話題になっています。もちろんウォニョンはその輝くビジュアルで知られていますよね。それに加えてステージ上での圧倒的な存在感も忘れてはいけません。しかし彼女の素晴らしさはそれだけではありません。最近人気バラエティ番組ランニングマンに出演した IVE の6人、期待通りメンバーと出演者間での面白い瞬間や交流が満載でした。特に IVE メンバーと出演者がバスに乗っている場面では、ウォニョンが自分のかなり頭の切れる性格を見せてくれたのです。ウォニョンがまだ高校を卒業していないということについて話した時、出演者の一人であるキム・ジョングクが別の出演者である即人に対して、即人さん、プレゼントでも買ってあげなよと冗談を言いました。するとウォニョンをはじめ全員が卒業後にプレゼントをもらうというアイディアに興奮した様子を見せます。即人がウォニョンに何か欲しいものあると尋ねると、ウォニョンは謙虚に何でも嬉しいですよと答えました。そこで口を挟んだのは共演者のユ・ジェソクです。ウォニョンは欲しいものは何でも持っているに違いないと冗談を言ったのです。すると即人はウォニョン、俺より金持ちなんじゃないと揶揄してみせました。ウォニョンがブランドモデルを務めたりCM 出演をしたりしていることを指摘してのことでした。そんな質問に対してもウォニョンはためらうことなく、なんとも面白い返答をしてみせたのです。私がプレゼントしますよ。ウォニョンのユーモアあふれる返しに共演者たちが笑わずにいられなかったのは当然ですよね。ウォニョンはいつもビジュアルが話題になることが多いですが、頭の回転の速い性格も忘れられるべきではありません。ウォニョンが K-POP 界に現れてから数年経ちますが、いつもファンたちに笑いも届けてくれる存在のようですね。